111西57丁目はニューヨークシマンハッタンクミットタウン57丁目に建設中の超高層ビルである。このビルはステインウェイビルを取り壊して跡地に建てられることになっている。高さは1421フィートとなる予定であり、アメリカ合衆国及び世界でも有数の高さのマンションとなることになっている。また、完成すると、 香港の赤路を上回り世界一細い超高層ビルとなる。このビルの高さと幅の比率は1時23分24となる。2014年に敷地内のビル建設前の掘削が始まった。2014年7月にはニューヨーク市で史上最も高い220フィートのクレーンが現場に設置された。2016年6月には建設は地上にまで達した。 2019年4月に最長部に到達した。完成は2020年である。このビルの設計はシャップアーキテクツで、このプロジェクトの推進者は JDS デベロップメントグループである。このビルの北側が最も高く南側にかけて低くなっていくようにいくつかのセットバックを持つ。セットバックの幅は高くなるほど細まって一番高い部分はほぼ線状になり、 最終的にこのビルは空中に姿を消すような見た目の設計となっている。ありがとうございます。